つながってOh, man. What's going on? みんな元気？次があるんでみんな急いで片付けましょう。いや、man、リハやってます。西宮くんも久しぶりです。Long time no see。さあ、久しぶり。みんな元気？刺激性ないんだよ。もうね、3ヶ月も、1月の ZEP のライブから、もう3ヶ月も歌っとらんもんで、まあ歌忘れたわな。歌い方すぐ忘れるの。俺2週間歌わんかったら、もうすぐ歌い方忘れちゃうもんで、忘れとったわな。はい。今、思い出す作業をしておりました。ほんと、舐めてるやついるしな、マジで。お前、ほんといい加減しろよ、お前、こら。お前の、まあいいよ、やめとこわ。さあ、4月8日は名古屋で、で東京いつだったっけ、4月の10え東京いつだったっけ、4月22です。4月22が東京ね。ファンクラブイベント、久しぶりの69ホームズセッション開催されますんで、ホーミーズ限定のライブって、普通のライブじゃないからね。それ楽しみにしとってよ。マジで、そんなライブの仕方あるんですかっていうライブするから。ね。そうなんですよ。ほうだろう。ほうだろうって何？新曲も聴けます、ね。そう、新曲も聴けるから。多分みんな、おぉ、来たーってなると思うんだけどな。ヤンキースのキャップ欲しいです。これヤンキースのキャップじゃねえよ。これ今年は全国ツアーありますか。いい質問だな、いい質問だな。マリが行きたすぎすぎますって言ってるよ。マリ、マリおいでよ。ね、銀座ですれ違いました。マジで、なんかさっきも俺銀座でエルメスで氷冷やしながら入ってきたっつって西宮君の友達が目撃してくれとったらしいけど、意外とみんな見てるのね。神風歌ってほしいです。いいよね神風、いいね。俺最近ライブ音源のやつ聞いとったんだわ、ツアーのさ、あれなんか聞いとってよかったんだよな。はい、じゃあとにかく明後日か、もう明後日です。明後日だな。はい、That's tomorrow。 やばいライブを、やばいライブをというか、まあみんな楽しみたいよね。楽しみましょう。楽しいライブ、ね、そう、楽しいライブ、楽しいライブだし、行きます。マリー来たらやばいね。ほんと待っとるよ。また名古屋と東京でもまた違うんで、ね、そうだね、名古屋と東京もまた帰るから。ブレスレットみたいです。ブレスレット、これです。今日はこれです。これはラグビーの、今日インスタに上がっとったでしょ、ラグビーの日本代表の稲垣くんがやってる H ポールっていうブランドのブレスレット、特注のブレスとエルメスのブレスレットです。はい、でこれはユリス・ナルダの時計の横にしてるのは、これホーミーズがみんな俺の誕生日プレゼントで、みんなでこのお金集めてアバランチで買ってくれたホワイトゴールドのブレスレットな。ありがとう、大事にしてますよ。マリめっちゃ詳細ここで聞いてくるやん。名古屋のサンゴだよね。サンゴだよね。サンゴ、サンゴです。6時からね。お尻が上から下、ブーン。じゃあということで、なんか俺言わなきゃいけないことあった？言わなきゃいけないことはファンクラブイベントでみんな待ってますよってこと。あ、そういうことね。じゃあファンクラブで、ファンクラブイベント待ってますよ。帽子はこれバカッチです。
岡山 G2 静岡あのだからね、とりあえずあの今発表されてるのは名古屋と東京だけなんでね。バイレード、バイレード好きよ。 OK OK、 じゃあ8日名古屋で会いましょう。 See you in Nagoya。 69ホームズ待ってますよ。 See you there。 バイバイ。